名古屋に本社を置く中古車販売大手グッドスピード。不適切な保険金の請求が新たに発覚です。グッドスピードは今年4月からの4ヶ月間で保険金の過大請求が30件あったと8月に公表していました。グッドスピードによりますと、その後、社内の調査委員会が去年10月からの半年間について調べたところ、損害保険会社に請求した保険金およそ1700件のうち、 91件が不適切な請求だったということです実際には行っていない作業費用を請求するなどしていたということですがグッドスピードはこの調査委員会の報告書を公表していませんでしたグッドスピードは今後損害保険会社と返金などの協議を進めるとしています